愛知水保短期大学は愛知県名古屋市水北春光町2の13日本部を置く日本の私立大学である1950年に設置された大学の略称は水保短大愛知水保短期大学は愛知県名古屋市水北内にある日本の私立短期大学短期大学制度が導入された1950年水保短期大学として設置された運営主体は 学校法人、赤学園。もともと独立の短期大学であったが、愛知水穂大学開学により、再編学名解消。その後学科変更は行われ、2018年現在は、2学科3専攻体制である。併設の水穂高等学校に隣接している。愛知水穂大学の併設校であるが、キャンパスは、お互い別である。見学の精神は、 心と体の健康を志向する県への教育となっている。生活学科をベースに生活文化や食文化などを学ぶ生活文化専攻と栄養士を養成する食物栄養専攻が設置されている。さらに2014年度より保育士要請を取り行う子ども生活専攻も追加され、2018年より現代幼児教育学会と再編した。 愛知水穂大学の併設校となっているが、大学とは別に短大独自のキャンパスを持っており、学科体制も、旧来と変わりがない。旧来通り女子を対象とした短大となっている。愛知県名古屋市水区春校長2の13愛知、水穂大学短期大学部のカレッジマークは、水穂の、随と、大学の、だをそれぞれ形にしただけの簡素なものとなっている。 当初は中学校教諭ほ科高等学校教諭免許上の教職課程を併設。子ども生活専攻では幼稚園、教諭に支免許状も取得できるようにもなっているが、実際は近畿大学と洋日短期大学通信教育課程を併用する必要があったが、現代幼児教育学科が認可されたことにより、正式に幼稚園教員養成機関となる。 愛知水穂大学短期大学部の学園祭は、水穂祭りと呼ばれ毎年、おおむね10月に行われる。系列の愛知水穂大学以外では、以下の実績がある。AB 出展、全国学校総覧賞は46年度版40ページより、1996年度版77ページより、AB2018 年現代幼児、教育学科誕生2017年5月5日、 閲覧、教員養成課程認定大学短期大学一覧63ページ、水保短期大学の校より、放送大学平成28年度単位互換案内、ありがとうございます。